スマートジェイコムボックスのリモコン一つで簡単に本機やテレビの操作ができます。リモコンの機種によりボタンの位置や形状は異なります。電源ボタンを押すとスマートジェイコムボックス本機の電源が入ります。スマートジェイコムボックスの電源ランプが緑点灯であれば電源はオンの状態です。テレビ電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。テレビにジェイコムの映像が映らない場合には入力切り替えボタンを押しテレビの入力切り替えを行ってください。